公園南側浦和競馬場スタンド浦和記念公園は埼玉県埼玉市南区大谷城大田久保にある公園である。浦和競馬場内にある。1940年に浦和市が紀元2600年記念事業の一環として開園した。その後、1948年に公園の敷地内に競馬場が整備され、本来の公園が競馬場の内馬場,場にある形となっている。 浦和競馬場のコースの内側を1973年に芝生などで緑地化した公園である。サッカー場と野球場などが整備されている。競馬開催日以外は立ち入ることが可能である。競馬非開催日及び場外発売日の利用可能時間内は一般開放される。かつては遊具が設置されていたが撤去され、2010年8月にジョギングコースが設けられた。 浦和駅や南浦和駅からのアクセスの良さもあり、様々な屋外イベントも開催されている。グラウンドでは、浦和レッドダイヤモンズの選手たちを、コーチ役に招いての子供向けサッカー教室や、埼玉市主催による、埼玉市花火大会などのイベントが行われたことも、ある。毎年秋に開催されている、南区ふるさとフレあイフェアでは、熱気球体験などが行われる。 災害など緊急時に備え、競馬場内の設備としては、全国初のヘリポートが設置されている。公園中央には、東江本川が流れ、水害に悩まされていた経緯を踏まえ、浦和競馬場調節地が整備されている。これは、埼玉県が初めて造成した調節地となっている。ありがとうございます。